どうしたみんな、しみったれた顔してどうしたんだよお前ら。まさか家が雨漏りとかしてねえだろうな。俺はライブハウスやってんだけど、先日雨漏りして潰れたんだよ。だから後ろに応援グッズ売ってんだよ、買ってくれ。トートバッグ1000円、 T シャツ3000円、頼んだぜみんな。今日はありがとう、お疲れ様でした。じゃあそうだよ、しみったれてる場合じゃないんだって話だよね。ですよ。そう、またしみったれてるでしょみんな。しみったれてない。あれだ、しみったれてる、先生にはわかる。そのしみったれた気持ちを今日はおじさんたちがどうにかしますんで、ね、まあ、君たちがしみったれて帰るか、僕たちがしみったれて帰るか、一世一代の大勝負となっております。山作戦のバンドでございます。
染み垂れるから、ね、染みが垂れる、ないね、染みが垂れる、染みは垂れない、垂れて染みになるか、垂れ染みかな、垂れ染み、垂れ染みてんじゃねえ。さっきなんかあれでしょ、うどん食べたらタレが染みてたよ、ね、ね、意外と暗かったんでみんな気づかなかったんで、50超えてるのに赤い点々がちょいちょいついてねえ、だって武蔵野うどん美味しかったんだもん、武蔵野うどんね、美味しすぎて、すすりすぎて染みたれたっていう、そういう使い方ですか、染みたれる俺に言われてもわかんないですよ、高卒だから。ありがとうございますですね、ビッグザグレープ、そして、矢島 X、 そしてもう本当に町田君は本当に最近ちょっとよくお会いできるようになって、やっと、お友達って言っていいかなっていう風になったところでございます。本当にこれから親睦を深めていきたいなと思ってます。ありがとうございます。残り短いですけどね、なるべく、それ余生ってことですね。なるべく多めに合わないの、気づくの遅かったんだよ。そうそう、俺はもう長いこと待ち付き合いだろ。そんな人生こんなはずじゃなかったって話にしないで。ねえ、ほら、多めに連絡取ってからみんなと。はい。ね。なんこのぐらいになるとみんな同窓会始めますよね。そうそう。寂しくなってね。あの来るやつ来ないやつ来ないやつ。ねえ、もう二度と来ないやつ。いろいろいますけど。しみったれてますね、やっぱね。なんかしみったれてる、何かのしみったれてるの、ね、生きるとか生きないとかさ、話になっちゃったもんね。だから最近さ、はい、お店が潰れたから自分じゃやっぱりしみったれてる、ね、そう、無職だ、ね、天井もしみったれてるしね、天井もしみてたし、垂れてたしね。あ、これか、ううこ、俺の反応この話を読んでたんだな。分かったぞ、みんなグッズ買ってくれよな、しみったれた顔してないでグッズ買ってくれよな。そして次の曲に、まあ、僕らの時代って曲なのに繋がらない。じゃあ力技でいきますか。いきましょう。
業難しいんだよなあ、まーちゃん死にたくんな
Oh, wow.
いいんじゃない。終わんないっけ。次のライブですね。このバンドでのライブはまだ年末までにあるかどうかわからないんですが、この上のアンプカフェで私の企画がいよいよ始まります。山坂アンプルという、なんと弾き語りを中心とした。中心ということは他にはなんか、中心ということは他にもなんかいろいろなんかトークショーとかわからないけど、2個しかないじゃないですかね。まあおそらくは弾き語りの今回も 日にちがですね、10月27日金曜にこの上でやります、ね、なんか金額とかまだ決まってないんですが、その日とりあえずカレンダーに入れといてください。ありがとうございます。しびっとれてんな行く行くみたいな、何行く行くみたいな、ハッスルハッスルみたいな、古いよ来てくれるかな。ありがとうございます。もっと古いやつやね。11月の話、あ、そうそう、なんだっけ7日と26日に無料のライブをですね、この一つ通りを向こうのとまたいだところで、カタバーっていうね、あの絵人間がやってるバーがあります。今日もあの絵を入れに行ってライブに来られないって言ってたんで、そのぐらい絵人間なんですよ。その人のバーで全然怖くないとこなんですけど、それ弾き語りのイベントをやります。それもツイッターの、 あの山作戦の公式なんかで伝えてあるので見てみてください。そっとそれ無料だからお金にならないから言わなかったんですよ。お金になる方だけ言った。ごめんね、ちょっとおいし、そんな嫌なやつだったの新たでやがる。けど今調子見たらてる調子見たちょっと今チューニング中なの。あ、すいません今日はね、あの代打でね、あの なんですかね、あの大作くんですです今日ね、今日誕生日じゃないんですけど、誕生日プレゼントをみんなで送って、あの猫の T シャツどうですか。誕生日じゃないけど、誕生日プレゼントあげていいんですよね。一応、猫です。紹介します、猫まあ、みんなに聞こえたかわかんないけど、あいつは言ってたよ、にゃーって以上です でもあれ、こんな感じでまたライブやりましょうね、バンドで ね。そう、山里さんいつも一人でどっか行っちゃうからさ、僕って寂しいんだ。僕もずっとこれまでの51年間寂しかったですね。やっとお友達ができた気持ちです。ありがとうございます。あー、しげたでなまた、ぜひですね、楽しみましょう、ね、ありがとうございました。最後の曲です。最後の曲は嘘か、ほらみんなしみたれてんな。嬉しいですね、これね、しみたれてんな。あ、最後のやつ、僕に言ってくれるやつ、最後の曲です。全然くじかめやったらダメだ、この会場が一番しみたれてるかもしれない。全員だから、全員のせいだから。じゃあね、反省をね、ともにちょっとね、全員皆さんが絶望してる前提でちょっと、いやもうみんなこのご時世ね、苦しい思いばっかりした皆さんだと思いますんで、そういう気持ちをみんなで歌いましょうか。このメロディーに乗せて、oh,
Oh,
ありがとうございます。もうですね、燃え尽きてやる曲もみんななくなっちゃって、本当に今日はやり残したことはないっていう感じのはずだったんですが、一曲だけみんなでやれる曲がまだありました。ありがとうございます。ちょっとやれるとは限らないけどやってみることはできる。本当にでもやってない。でも大丈夫か、チャレンジすることが大事。チャレンジすることが大事。それ自分たちで言っちゃダメなんじゃないかやらないって言ってたじゃん。先よくやるつもりなかったもんだって。それがアンコールって。そうね、これこそアンコール。用意してきたアンコールなんかクソくらいだよ、ね、その代わり演奏の内容は保証しないけど、しみたれてんな。いや、しみたれかどうかこの後の演奏にかかってる。しみたれたかどうかがこの後する。またぐよ、コマーシャルは。終わった後も話しかけないでみたいな空気になってた。ちょっとそのまま帰ってもらってあのまんま終わっとけばよかったのにねってね。よかったのになって、しょうがね、物販でも買って帰るかってね、みんなは。その流れだ。飲んだぞ。みんなが我慢した時代が終わったので、その我慢した時代に作った曲を歌いたいと思います。フラグという曲です。今日どうもありがとうございました。これを聴いて、ね、お別れしましょう。みんなの物販、町田くんも、ヤジメックスさんも、そしてビッグザグレープさんもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。ありがとうございました。あと写真撮った人、ツイッターとか上げ X とか上げてください。どうしてんだろう、あのデータっていう。撮ってる姿見るんだけど上がってないんでそんなの消してるの決まってるじゃないですか。大切な容量が結婚式の時とかに、あ、これもいらないってバンバンって消してるんだろうと。消さないで上げてください。ありがとうございました。上げてから消せばいいからね。カモバーリカモバーリ、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、しみったれてんな。しみったれてもうダメだ、終わりましょうか。一番しみたれてんな。トランスポーズ、トランスポーズ。なんか疑心暗鬼になってちょっとどうもありがとうございました。かわいい、大丈夫ね、よし。かわいい映えのしない夢を語ってあらゆる溶けた日々がバカみたい、嘘みたいに焼き尽くされてね、心小分けにされた僕らは、孤独が振る僕終わったら何を
Hollywood.